キメさん、谷五郎から1871年9月7日は、美ノ国和ワ村出身の元大相撲力士。第13代横綱。本名は、田中新一。1826年に、美ノ国和ワ村で農家を営む家に生まれる。石を運ぶ人足として、方向に出ているうちに力量が増し、竹熊部屋に入門した。 1852年2月場所で浜いかりの四行名で初土俵を踏むと、1853年2月場所でた高山へ改名、1857年1月場所で新入幕を果たし、紀面山谷五郎に改名した。この頃に徳島藩の抱え力士として、神幕九五郎、大鳴戸灘江門、虹が学園江門と共に、阿波の四天皇と称された。 しかし、その後に陣幕が、松江藩、薩摩藩の順に倶り返したため、1867年4月場所7日目の、対、陣幕九五郎戦は、遺婚試合のような様相を呈した。また、1865年11月場所3日目に、前頭、両国家事の助との取り組みが行われたが、仕切り直しが2時間ほど続いた後に、痛み分けとなる時代が発生した。 1869年2月場所で、吉田塚酒から、明治時代で最初となる横綱免許が授与されたが、すでに43歳と高齢で、これは、歴代横綱の中で2019年現在でも、最高齢である。そのせいか、横綱としては長く、土俵を務められず、1870年11月場所、限りで現役を引退した。 横綱の特権として一大都市より、鬼面山や五郎が送られるも、引退から一年も経たない1871年9月7日に死去46歳をつ。墓は、埼玉県狭山市の特林寺に墓所があるほか、出身地である養老町はしずに、鬼面山や五郎生誕地を示す石踏みが、混流されている。江戸相撲の本場所のみを示す。ありがとうございます。